際政治学者の三浦龍麗氏が5日、自身の X、旧ツイッターで、ジャニーズ事務所の性加害問題に持論を展開した。三浦氏は、昨日のジャニーズ問題投稿について、想定被害者に説明責任を求めるのは不当だということは分かったが、マスコミには大いに問題があるとの意見が寄せられました。問題があるのはユーマでもありません。ただ、社会全体に問題があった以上、ここから先何をするかということでしかないのではと思いますと私見。ジャニーズ事務所の創業者、ジャニー喜多川氏の性加害をめぐっては、隠蔽していたジャニーズ事務所だけでなく、見て見ぬふりをしてきた大手メディアにも批判が寄せられている。三浦氏は、女性が殺される寸前まで抵抗しないと強姦で、あると認定されなかった時代も、TVB で同性愛者差別が公然と行われた時代もありました。女性アナウンサーだって、プロデューサーなどに偉い目に遭わされてきた時代もつい、最近まであったわけで、程度の差こそあれ、何も、ジャニー氏だけの問題ではないわけですと霊示。その上で、性加害問題を、子ジャニー氏だけの問題にして、自分だけ難を逃れようとしても、我々の住む世界には、様々な人間による、様々な加害の傷跡が、くっきりと残っています。人間には完全な善人、などいません。これからの番組作りは、そのことに対する悩みと、自己会議の後書き、割れるものであってほしいと思いますとメディアに要望した。ジャニーズ事務所は今月7日にこの問題について初めて記者会見を行う。